ラジオの絆パーソナリティ相浦弥生がサクラス戸塚スタジオからお届けしています。それでは今日のラジオの絆の中の最初のコーナー、東北の絆です。ここからは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りします。東北のことを忘れないためにこのコーナー作りました。山重会計事務所の皆様にご協力をいただいて続けています。先週は学生の皆さんと、そしてクリエイティブの可能性、東北の合宿にリーダーとして行かれた星野さんがスタジオに来てくださってお話をくださった東北の絆です。福島の南相馬市のことがとても印象に残っているとお話しくださった越塩さん、ジャブジャブ池で子どもたちが遊んでいたってね、お話しくださいました。今日はその福島の女性の方たちが書いた小冊子の中から福島の今をご紹介していこうと思っています。星野先生から、星野先生と先生とつい呼んでしまいますが、この後5時台のラジオからこんにちはの神奈川県立子ども医療センターの先生でもあるわけでね、こうつながりがさまざまなところであって、東北の絆にも学生のみんなを連れてご出演くださいました。その星野先生からのメッセージいただきました。学生たちにとってもラジオ出演はとっても新鮮だったようで、きっかけバスという伝えたいことがある彼らは、助け合いジャパン本部の学生とも相談して FM 戸塚の放課後放送部へ出演を考えているようですといただきました。もうぜひともです、たっぷりと語ってほしいです。先日は東北の絆ありがとうございました。助け合いジャパンのみんなも放送を聞いていてくれたようで、とても好評でした。特に代表の石川さんは、相浦さんの情感あふれる話し口がとても心に響いたようで絶賛していました。いやー嬉しいです。感情中枢の私なものですからね、気持ちがあふれてね、お話を大きな声でしてしまうこともあります。アーカイブもすでにアップされていますので、ぜひ皆様ご覧ください。そしてお聞きください。さあそれでは、前回ご出演いただいた皆様からの南相馬の印象、そして今回は一般社団法人国際女性教育振興会福島県支部の小冊子、震災原発事故と福島の女性たち、この小冊子の中からご紹介していこうと思っています。未来を担う子どもたちの今と題した安倍さんの文章です。たくさんの方たちが書いていらっしゃいます。女性の視点、母の視点で書いていらっしゃるんですね。でこれは小冊子にまとまって発行されたのが昨年の11月になります。ですからここに書かれてあるものは1年経った2011年から1年経った2012年の福島です。先日お話しいただいた今の福島、ジャブジャブ池に子どもたちが普通に入っていたよっていうあのお話と、これからお届けするお話、とてもそこに開きがあるような気もします。本当の福島はここからさらに1年経った今、学生の皆さんが見たあの福島、さらに一歩中に入るとまた違う福島があるのかもしれないとも思います。安倍さんの文章です。3月11日の大震災原発事故からちょうど1年を経過した今年の春休み、私は孫たちを連れて福島から転居していった娘たちの住む仙台市へ行った。
目的は幼い孫娘をこの地福島から少しでも遠ざけ、思いっきり深呼吸させ、戸外で十分に遊ばせたいと思ってのことである。振り返ってみると、あの忌まわしい原発事故の後、戸外に見かける子どもの姿はめっきり少なく、道端で笑いさざめく主婦たちの姿もなく、私の住む地域は閑散として寂しい。さて、仙台で泊まった翌日、早速遊具の多い公園へ行き、さあ思いっきり遊んでおいでと孫娘を促したところ、いやだ怖いと恐怖に引きつった顔で一点を見つめ、身を固くしてしまった。どうしたのと聞くと、何も触れないのと涙ぐむ。30分ほど唖然としていたが、娘婿が膝に乗せて滑り台を滑り、手取り足取り機嫌を取ると、どうにか徐々に動き出した。2年生までの快活さはなく、走り方さえ忘れてしまっていることに私は愕然としてしまった。この1年間で運動意欲がすっかり衰えてしまっている。家にいてはゲーム、テレビ、たまの休日は被爆を恐れ映画館へ、学校への行き帰りは車での送迎などなど、体を鍛える手段がすっかり失われている。これは我が家に限ったことではなく、福島に住む多くの若い家族の姿であろう。子供は社会を映す鏡であり、すでに敏感に反応している。またこの放射能騒ぎを逆手に、中学生の中には、どうせ俺たちの未来はダメなんでしょうと自暴自棄になっている子供もいるという。一刻も早い対処が必要と思う。そして一刻も早く福島に戻さなければ、未来ある子供たちへの影響は計り知れない。義援金があるのなら、まず未来を担う子どもたちのために屋内公園の施設作りを考えてみたいと真剣に思った。そんな春休みから3ヶ月、刻々と時は経過していく。こういうふうに安倍さんは未来を担う子どもたちの今ということでね、文章を綴っています。早く住みよい福島にしたい。私は次世代の子どものために微力ながら全力を尽くして活動に参加していきたいと思う。安倍靖子さんの文章、震災原発事故と福島の女性たち、今日はお届けしました。今日の東北の絆、税理士法人山重会計事務所の提供でお送りしました。どうぞ一般社団法人国際女性教育振興会福島県支部でホームページ確認してみてください。今日のラジオの絆、この後もまだまだ続きます。